はい、今日はなんと日本初着物専用 SNS 着物プラスができたというニュースです。まあ、今まであの業界の人が作った振袖用のアプリとかいろいろありましたけど、今回はちょっとこう交流型の非常に素敵なアプリができたということで覗いてみたいと思います。ドン、着物プラス、着物を着る人とつながる、着物を着る人を増やすということで、iOS、Android で展開していくツールのようです。さてさて、ホームページの方に飛んでみるとこんな感じ、日常に着物をプラスということでね、非常におしゃれなページになっています。こちらが、ビジョンですね、Connect with someone と、まあ、なんて言うでしょう、非常にクロート向けな着物ファンをターゲットにしているのではなくて、今から着物を楽しんでみたいなという人が、着てみたいと思えるような作りになっていますね。着物を着るときに出そうなお悩み、弊害ということについて、いろいろと調べられる、情報を得ることができるツールになっているようです。このポイント結構大きいかもしれないですね。着物を楽しむ人たちからきっかけを得ると、着物についての情報が得られる。で、どうしても最初のうちだと、なんて言うでしょう、着る前の用意するものとか、着付けのこととか、髪の毛のこととか、着た後もどうやって畳んだらいいんだということが非常に気になるんでね、そういったことを調べるのにもいいし、着物に慣れてくると今度見る側から発信する側という風になれるアプリです。はい、こちらはですね、着物プラスさんということで、ツイッターアカウントに行くとこんな感じ、着物プラスさんで、こちらの花子先生が着付け師さんとして出てらっしゃって、僕はあのインスタでよく楽しく拝見してる方です。はい、ツイッターはこんな感じ、はい、でフェイスブックもこんな感じ、まあ、同じ感じですね。はい、あ、着物の畳み方いいね。こういうのが分かんないとか、あの調べるために使うっていう感じの SNS アプリになると思います。まあ、僕男性だからあれですけど、女性の場合だったら髪の毛っていうような、あ、ヘアセットということについても非常にこうね、課題になると思うので、そういった部分でも調べられるようです。はい、インスタに行くと、はい、Facebook で今共有されてた情報が、インスタらしく発信されています。僕もね、登録して名物専務で、一つ投稿入れてみたので、ぜひ皆さんにですね、合わせましてこちらの QR コードからチェックしてね、アプリをダウンロードしてみてください。とってもその着物を楽しむ人が調べるためのツール、また着物を着た人が自分の写真をね、気軽に上げられるツールとしては非常に優秀だと思いますので、ぜひ皆さんこれをゲットして活用してみてください。はい、今日は着物プラスさんの新しいアプリができたというお知らせをやってみました。ぜひみんなダウンロードしてみてください。また着物プラスさん頑張ってくださいね。ありがとうございます。